1968年に公開されて以来、数多くの映像作品が生み出され、様々な分野に影響を与えてきた猿の惑星。その完全新作として新たに誕生した猿の惑星キングダム、現代キングダム・オブ・ザ・プラネット・オブ・ザ・エイプスが5月10日に公開される。監督は任天堂の人気ゲームゼルダの伝説の実写映画の監督に抜擢されたウェス・ボール。過去作を超えるスケールだと自信たっぷりなコメントを聞くことができる特別映像が解禁となった。アバターシリーズを手掛ける最高峰の VFX スタジオエータとタッグを組み、現在から300年後、支配者が人間から猿へと移り変わった衝撃的な地球を舞台に、猿と人間の共存か猿の独裁をかけた猿&人間 VS 猿の新たなる衝突をこれまでにない圧倒的なスケールで描く。